はい、チープロジェクトへようこそ。チーさんやで。龍が如く8、続きやりましょう。ホームレス村にお土産を持ってやってまいりました。村長いる？回復したいな。あんな立体的な家屋あったっけ？それにしても随分景気のいいもんができたよな。ビルが建つ予定だったんだが、建設途中で例の流行り病だ。施工会社も建設会社も潰れちまって、鉄骨だけ残ってほったらかし。それをここの人たちが乗っ取っちまったってわけだ。たくましいよな。ブリーチジャパンがあのままこの町を征服してたら、こんなもんはまず許されなかった。まあな、この町のホームレスにとってこれは凱旋門みたいなもんなのかもしれねえな。自分たちの勝利の証だ。凱旋門つよりはどっかのお城って感じだけどな。実際ホームレス界隈じゃ天守閣って通りなど呼ばれてるらしい。見たまんまだな。殿様不在の天守閣か。おう、なんだ揃いも揃って。村長、ご無沙汰しております。ただ顔見せに来ただけじゃなさそうだな。はい。ええ、ちょっとご相談が。清流会に乗り込むか。それもその佐々木とかいうやつ一人のために。人数は関係ありません。一人だろうが百人だろうがほっとけねんです。相変わらずだな。正直少し安心した。ここんところすっかり寒くなったな。うん、ええ、そうっすね。仕事もパーになって、一丁羅をクリーニングに出すのも楽じゃねえだろう。ええ、まあ。ほう。だがお前たちなら乗り越えられるはずだ。ついてこい。ん？なんだ？ちょっと一旦回復していいかい？昔ここに難波さん住んでたんだぜ。入れるわけじゃないんだね、天守閣。そのはしごも登れるわけじゃねえと。ミミズ。清流会事務所に忍び込んで佐々木とやらの安否を確かめたいんだったな。侵入経路は片道だ。準備は大丈夫か？長い戦いとなり、しばらく町へ戻ることができません。ちょ、一旦セーブさせてもらおうかな。はい、じゃあ行きましょう。はい。はい、お願いします。こっちだ。片道ってどういうことなんだろう。え？え？村長、なんてお話でしたっけ？そうか。このドブ川？ドブ川に見えますけど、それも真冬のな。ん？足立、ルートはさっき伝えた通りだ。覚えたな？ええ、気は進みませんが。え？マジかよ。俺心臓止まっちまうんじゃねえか。春日、別の方法探そうぜ。いやいやいや、寒いね。やるっきゃねえな。マジか。はあ、一緒か。エンディングノートでも残しておけばよかった。いいや、弱気なこと言ってんじゃねえよ。ナンバー、これまで乗り越えてきたことに比べりゃこんなもんへでもねえって。わかったよ。なるようになれ。ありがとうございます、村長。土産話待ってるぜ。はい、さ、行くぜ。せーの。うわー、
グッドラックみたいな。これ、橋の下に穴が見える。すごい泳ぎモーションがある。こんなドブ川いつまでも泳いでらんねえ。早く行こうぜ。すごい。もう限界だ。これ以上は泳げねえ。あの辺りから上がれそうだぜ。もう一踏ん張りで頑張る。よいしょ、ここは登れそうよ。地下水路。体調万全だぜ。本当にこんな下水道が清流会に通じてんのかよ。ああ、間違いねえ。本当？ただ怪しい連中が住み着いてるって噂もある。用心しろよ。はい。あ、おにぎりありがてえ。使い古されたテレビ。そんなもん拾ってどうすんの。一番誰か住み着いてますか。足が軽いぜ。本当に。待って、こっちがルートか。いや違うな。あ、健康リング。攻撃力上げとこう。難波さん魔力の方が高いんだな。食べかけ弁当やだな。人の食べかけの弁当持っていかないでよ。これもぽっと見誰もいなさす。どこにでも行けそうだ。大きい声出さないの。いるね。こんにちは。見つけたぞ。久々に暴れてやがれ。俺の番だ。さすらう野良犬。どういうこと。わお。頑張りますか。熱くてたまらん。ほれほれ、避けるな。頼む、この通り。おいおい、難波さんには効かないだろうな。よし、やるぜ。よし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 。さすらう野良犬意味わからんかったけど。いたね。住民、住人、あれどっちから来たっけ。こう来たのか。なんだてめえ。どうも。あれこいつ強いやつじゃない。チカロの番人出てきちゃった。かかってきな。ほーれほれ、やってやろうじゃねえか。受けてみな。頑張りますか。態度でかいね。死ね、俺だ。こいつ怖いから先倒したいんだけど。あー倒しきれんかったな。えー、ナオマさんに。何よ。出番が来たな。毒いったからなんとかなるかな。よし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 。
行くか。俺の番だ。汚いだろうな。なんだろうこれ。あ、スニーカー。どう？あ、上がるね。特防と特攻と速さが上がる。ナンバさんにあげとこっかな。よくもまあこんなところで住んでいけるな。カップ酒見つけたぞ。なんか死んでないこの人、大丈夫？後悔すんなよ。あ、野良犬野良犬二人だ。来たな。来やがれ。いつでもいいぜ。あっち来い。見さらせ見さらせ。強いな。よし、やるぜ。行くか。ナンバさんきつそう。ここになんかある。砂おにぎり、おにぎり食べる？ナンバさん。あ、ちょっと、あ、いやでも同等ぐらいか。気に食わんな。若い頃を見せろ。始めようぜ。出番が来たな。あぶねえ、これ俺の番だ。危ねえ、ここほんと。熱気で苦しんで死んだ。これどこだ、広いな。まだ行けるぜ。下とかも行けたけど、下行ってみるか。泳ぎモーション不思議。なんかある？あるね。作業着。もうなんか大体難波さんに。あー、でも特防下がっちゃうのか。なんか物理攻撃の方が今多いから、あんま気にしなくていいかもしんないけど。うわ、ドブ川クロールしてるよこの人、すごい。これ鍵ないと開かないんだっけ。あった。開けてみるか。開いたぜ。情熱のバンダナ。会心を 5% 上昇、いいね。鍵ないと開けれないようになっちゃったのか。前回もそうだったっけな。うまいもの食いてえな。柳生さん、ちょっとなんか食べさせてあげたいな。なんか綺麗めなところに出てきたよ。
なんかイモシが2人いる。なめるな、やってやろうぜ。イモムシだ。ぶちかます。シティーワーム。風邪ひいた。出番が来たな。レベルちょっと高えな。脱いだ方がいいんじゃない、それ。熱気に包まれてるならそれ多分脱いだ方がいいと思う。身動き逆に取れねえだろその格好。ナンバさんちょっとやばい。こりゃうめえ。なんもないよね。工事中。わ、結構多いね。このボケが当たってきる。ぶちかます。一体ずつ倒していこう。ちゃんと出番が来たな。あー、ガスバーナー手出せない。あ、巨漢いる。敵の攻撃力を低下させる怒り状態を付与。どうした、かかってこんか。ずりゃ。相手はこの俺だ。あ、攻撃力低下した。ガンガン行くぜ。逃がしゃしねえぜ。いいね、武器強いね。ニキブレスする。よそ見すんな。してもなあ。あ、でも炎苦手らしい、こいつ。闇のファイター。レインオブペイン。うわー、こいつほっといていいけどな。範囲狭っ。こいつ怖いから先倒したいな。出番が来たな。よし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 、熱気強いぞ。熱気頼む。この通り。おいおい、ナンバには効かねえよそれは。よし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 、ちょっとボス、中ボスっぽかったな。よし、上昇上昇。グランドライナー一杯やりたい気分だぜ。俺もまだ若いね。お、こっちどっちも上がった。大人の渋みが出てきた。人生これ成長ってな。ふんふん、いろいろ落ちてんのいいな。お、セーフエリアだ。ありがたい、セーブしとこう。まだ長いって書いてあったね。おう、この先が清流会だ。一度入ったら引き返せねえぞ。準備はいいか。オッケー。 おう、行こうぜ。あたしさん、ナンバー。
あ、街行く人々に挨拶することができるんだ。へえ。やっぱ下水から出てくんのか。どうやらうまく忍び込めたみたいだな。ここは清流会の中庭か。会長室は確かこの上だったよな。ああ、よく覚えてるぜ。懐かしいね。前に来た時もこの三人だったよな。おい、てめえら、どこから入ってきやがった。あらら、干渉に浸ってる場合じゃねえとよ。こいつらが中ボスかな。それじゃ、やるしかねえな。さあ、気合い入れていこうぜ。足立さん、ナンバー元の生活には戻らず行こうぜ。頑張りますか。いつでもいいぜ。気合い入れて、ぶちかまっ。あ、巴投げちょっとやってみますか。おお。やられましたな。やんのかい。かかってこい。多分難波さんはネッキブレスの方が強いんだろうな。まあ一番のこのフォロー付きで。強いね。中ボスじゃなかったわ全然。いい調子だぜ。体を温めとかねえとな。そうね。あれだけ派手に暴れたんだ。連中血相変えて追ってくるぜ。こそこそ隠れる必要もなくなったってことだろう。このまま会長室まで突っ走るぞ。あんま覚えてないな。戦闘不能の味方一人を HP1 で復活させることができる薬。 HP1 か、シビアだな。地図見ますか。逃げていいね。意外と敵いないな。敵いないな。からか。シャッター閉まってる。お邪魔します。これ何、柔道でもすんのここで。うちの組に盾ついたこと一生後悔してやら、後悔してやら、させてやら。やってやろうぜ。頑張りますか。これ難波さんいいんじゃない。微妙かな。必殺。よしよし、二人持っていけた。ぶちかま。やんのかい。こいつ強い感じ。気上がれ、ガンガン行くぜ。いやー、一番強いね。行くか。で、あんま強くない。あー、出てきちゃった。頑張りますか。どっから何取り出してんだ一体。来いよ。見さらせ、見さらせ。いやー、
優秀オブ優秀。ぶちかま。なんかもう一人飛んできたぞ。なんか全然強いやつ出てこないけど。こじつかめたんじゃねえか。いっぱいやりたい気分だぜ。大人の渋みが出てきたぜ。ホームレスのステータス上がりましたってどうなん。どうなんそれは。今日ゆうぶおさらし、さらしアクセサリーか。最大 HP は20増か。じゃあナンバさんだ。お邪魔しました。また階段か。下行けんのかな。なんかある極上ハーブ調理可能。え、一番料理すんの。ハーブとかさ回復5とかだから薬草にしたりすんのかな。薬草だな。ハーブはもともとな、なんていうの、すり込めばちょっと強くなるみたいな、薬にするみたいな感じなのかな。ちょっとバイオハザード味あるけど。どうもー。音楽変わった。あ、わー、いっぱいいる。てめえら生きて帰れると思うなよ。ぶっ殺してやるよ。かかってきれ。頑張りますか。囲まれてんのやだなぁ。行くぜ。やるぜ。あっち来い。こうかな。どこ行くの。巨漢倒したぞ、こっちも。いいな敷地内。いいな敷地内。屋内。何でもあるもん。出番が来たな。ぶちかま。ちょっと一番しんどくなってきた。まだいけるぜ。まだいけるかい。おお、神父の腕時計金になる。これは、あ、金庫の鍵。そういや金庫見かけてないけど。逆？いや、合ってる。やっぱ RPG だから、ああいうさ、長い廊下に来ても、あれだね、バリーンとかして人来たりとかはしないね。キリュウちゃんの時とかよくあったけど、バリーン、ガシャーンみたいな。キューティーみたいな。セーフエリアだ。セーブしていこう。なんで、え、組員ってこうやって寝泊まりしてるの、もしかして。これからも、あ、金庫ある。開けてみるか。やったぜ。ダウンジャケット、冬のマストアイテム。あー、いいね。霊気打撃耐性のダメージ。
もうちょっと行きますか。ちょ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 、体調万全だぜ。なんもないかな。ヘルメットいいね。頭防具は大歓迎。南波さんがやっぱ怖いな。ここ会長室じゃない？おもちゃのブレスレット、あ、魔法が上がる。いっちゃえいっちゃえ。好き放題暴れやがって。この清流会に土足で踏み込んだ落とし前、きっちりつけてもらわんとな。モンモンのやつ出てきた。会長室は目の前だってのに。おい、どうすんだ一番。ありゃ相当切れちまってるぜ。望むところよ。やっぱダンジョンの奥には手強いボスが待ち受けてねえとな。元の生活には戻れると思うぞ。始めようぜ。わお、刀持ってる。出番が来たな。決さぁ野郎だ。叩いて倒れねえ相手なら投げて崩すってのも手だぜ。ほう、投げる。受けてみろ。投げ飛ばし、ガードしている敵に正面から攻撃するとダメージが半減しますが、極み技の中には組み技と呼ばれる技があり、ガード状態の敵に使うとガードを解除して大ダメージを与え、しばらくガードさせない行動効果が発生します。これだよね多分。あ、本当だ、組み技って書いてある。いいね、足立さん。頑張りますか。見さらせ。ガンガン行くぜ。ガンガン行くぜ。オレオレ。ガツンと行くぜ。そこだ。ほら。お、なんか出てきた。QT 出てくるようになったか。怖え。出番が来たな。ちょっと一番かわいそうなことになってる。必殺。よし。最高、南波さん。ぶちかます。来いよ、上がってきな。こっち行くか。いやいだべ。やばそう。おい、気をつけろ。でかいのが来そうだぜ。物乞いしてみる。見さらせ。お願いします。何も持ってねえのかい。死ね、俺だ。やるのか。うお、バックアタックえげつね。ガンガン行くぜ。あー、南波さんやばそうだな。あっち来い。受けてみな。よしよしよし、全然全然全然いけるいける。ぶちか
あーもう使えるもんなさそうだな。近寄ってきてくれる。極み技やった方が良かったかな。あー3個目は分からんかった。黙らせてやる。いいね、いいダメージ入るね。出番が来たな。よし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 、俺だけすごいじゃねえ。調子だぜ。よし上昇上昇、レベルガンガン上がってくな。人生これ成長ってな。ここが会長室だったよな。ああ気合い入れてくぞ。来週の定例までには話をつけておけ。誰？ああ先方の条件を飲んでいい。以上だな。では引き続きよろしく頼む。すみません、お待たせしました。高部会長の留守を預かっております。若頭の海老名と申します。ふーん、はじめまして春日一番さん。話分かりそうだけど。俺らのことは高部から聞いてるってとこか。ええ、お噂は金がね。あいつは無所に入ってるんだったな。会長は三下の起こした事件で使用者責任を問われまして、お勤めが明けるのは2年ほど先になります。あんたさっき留守を預かってるって言ってたな。その割には見覚えがねえ。新参でして、清流会の門をくぐったのは大解散の後になります。それで今かしら。随分なスピード出世だな。あんた相当できるらしい。恐縮です。ですが前会長が亡くなり大解散の混乱もありで、人手不足だったというのが実情だと思っています。もっとはっきり言ってしまうと金稼ぎがうまかったということに尽きると思います。ヤクザとしてはあまり堂々と言えた話じゃありませんが。謙虚さもバッチリだ。話を戻しましょう。高部会長からあなた方が清流会並びに偉人さんの恩人であると重々聞かされています。おう、ご挨拶が遅れて申し訳ありませんでした。盛大なお出迎え痛みいるぜ。そっか、偉人さんの一つだね清流会。うちは警備体制が徹底されていましてね、私が直接許可を出さない限り侵入者は無条件で排除されます。今回は春日さんのお姿を確認してから少し指示に時間がかかりました。もう少し融通きかねえのか。下手すりゃお互い怪我じゃ済まなかったとこだぜ。すぐに警備を解除すれば浜の英雄がどれほどのものか見れなかったでしょう。清流会を預かる身としては私も話し相手はそれなりに選ぶ必要があるんです。ご理解いただけますか。ま、押しかけてきたのは俺たちの方だ。ご理解するのが筋だろうよ。恐れ入ります。それより海老名さんよ、俺たちがここへ来たのは。存じ上げています。佐々木さんのことですよね。なんで知ってんの。話が早くて助かるぜ。こいつはどこに向かってんだ。山奥まで行ってそのまま埋められるとか。
ご心配なく。向かっているのは港の倉庫です。佐々木の話するのになんで場所変える必要があるんだよ。百聞は一見にしかずと言います。大丈夫？4年前の大解散以来、清流会でも足を洗いたいという組員が現れ出しました。高部会長は彼らを積極的に足抜けさせようとしたんです。うん、いい人だね。ですが極道の社会復帰には大きな壁があります。そりゃそうだ。元坊五年上皇だな。ええ、あのルールがある以上、元坊はろくな仕事にありつけず、大半の者が路頭に迷う。そこで会長はまず組を抜けた人間が誰でも働ける職場作りから始めた。職場？ええ、間もなく到着しますよ。高部さん受け皿作ったんだ。ハンピン・リューマンが使用していた倉庫を我々が買い取ったんです。ああ、あの倉庫もしかして。そして世界中から運ばれてきたゴミがここに集まっている。おい、あのテイ君のとこ。テイ君じゃないわ、名前なんだっけ。ゴミと言っても今春日さんがご想像しているようなものではありません。その国にあってはならないもの。例えば現職大統領の不倫の証拠や不正な金の移動履歴。学者にとっては美術品だが、とある組織にとっては破壊すべき負の遺産。そういった物を密かに保管するのがここのビジネスです。もし依頼人の要請があれば、ゴミは即刻物理的に処分もできます。つまり彼らは日本というこの島国で安全にゴミの扱いを先送りできるんです。バカでかい貸金庫みてえなもんってことか。ええ、金庫の外壁は鉛で覆われて X 線でも中を覗けません。内部は真空状態を維持して経年劣化を防いでいます。その分保管料は高くつきますが、それでも世界中から行き場のないゴミが次々と運ばれてくる。まったくヤクザってのはすごいしのぎを考えつくもんだな。こちらは清流会のしのぎではなく、フロント企業のビジネスです。つまりこれが組を抜けた者たちの職場。ええ、近江連合と東上会の大解散後、社会復帰できなかった元坊たちは再び極道に戻ろうとしています。5年ルールに屈した人間、ヤクザでしか生きられない人間。理由は様々ですが、その人数は推定で1万人以上。うわ、まだそんなにか。彼らが杯を求める先は清流会のような地方組織です。一つでも組織がある限り、どこまでも追いかけて杯を乞うでしょう。そこで高部会長は全国の地方組織と連携して一斉解散を計画していました。いや難しいよねそれ。絶対地方組織の一斉解散。広島の陽明連合、はいはいはい、北海道の北方組、はいはいはい、沖縄の流動一家、他にも多くの組織が水面下で調整を行っています。今まで出てきた人たちだ。いわば第二次大解散です。これが成功した暁には本当の意味で日本から極道がなくなるんです。私は会長の留守の間、その目的を粛々と進めているに過ぎません。あの高部がそんな風に動いていたなんてな。先の大解散と同じ鉄を踏まないためにも、極道たちに職場を用意してから第二次を決行する。そのためにあらゆるビジネスに進出しています。正直失敗するものもあるでしょう。でもなりふり構ってられません。目の前のやれることを全力でやるだけです。
第二次大解散は具体的にはいつやるつもりなんだ。木が熟したら。今はそうとしか言えません。初対面の俺らにここまで話してくれたんだ。十分だよ。感謝するぜ。春日さん、それに足立さん、あなた方の元坊への社会復帰支援についてはかねてより存じ上げています。もちろん現状の窮状についてもですが、我々の目指すところは同じはずです。荒川真澄の意思、ヤクザ者たちを一人残らず社会復帰させるという途方もない夢、それをどうか我々に預けていただけませんか。おお、春日さん、足立さん、佐々木、やっぱりおめえもここに来てたんだな。すみません、俺正直言うと清流会には杯もらうつもりで門をくぐったんです。でも海老名さんは肩着のままでいいって。謝ることなんてねえよ。お前がいいならそれでいいじゃねえか。佐々木さんは我々が責任持って面倒見させていただきます。大丈夫これ。よろしいでしょうか。いい話すぎない？正直こんなドーンとやってくれんなら、俺らが細々やってきたことは何だったんだって気もする。でもよ、海老名さん、あんたと清流会の志、本当にありがてえ。俺なんかがこんな言い方偉そうだけどよ、どうか世間で路頭に迷ってる奴ら救ってやってくれねえか。ええ、もちろん。確かに受けたまわりました。これ後になってさ、そいつらを構成員としてこうどうにかするみたいな、ないよね。うん、もしまだお時間ありましたら会っていただきたい人がいます。俺に？いや別に時間はいくらでもあるけどよ。ありがとうございます。では今呼びに行かせますので。その必要はない。おっと、すでにおいででしたか。誰だ？まさか。あれれれれ、久しぶりだな、一。沢城の頭。あれ、沢城って生きてたんだっけ？ちょっと覚えてねえや。ごめん。ごめん。はい、というわけで今回はこちらで終わりになります。ご視聴ありがとうございました。ちいさんでした。